1時間かかるんだ。わあ、1時半だで着くのが。わあ、やべえな、これ。ここで火がついて、はい、勝手な思い込みでまた道に迷うとこでした。これ U ターンか、ここ大丈夫か。よし、兄者。到着時刻頃の目的地の天気は曇り、降水確率 20% です。はい、今また、松江奥出雲、多分奥出雲の方に入っていくんじゃないかと思ってるんだけれども、ね、早く気がついてよかったね。迷子になるところです。今日はね、そんなひどい道には入らないと思いたい思いたい。これぐらいの道ならね、ほんと回送路なんで、いいんだけどね。まあね、今日は今日の目標、こけないこと、立ちこけしないこと。まあなんかね、そんな普通なんだけどね。ではね、本当お天気の心配もいらんかなとか思ってたんだけど、山の中に入ってくるとね、ちょっとね、怪しい雲が、ありました。さっきもね、高速走ってて山の方見たら、あそこ雨よねというのがね、何か所かありました。まあその雨にね、合わないように、合わないように、まあね、避けては進めないんだろうけどもね。結構ね、この辺の雲もね、今ではあるんだけれど、まあ今すぐここでね、雨とかどうとかいう感じではないかな。ここからね、その古江さんまで1時間かかるね。うん、1時間かかる。まあだいたい予定通り遅くなってます。やっぱりね、先にキャンプ場行って設営してっていう感じにしようかな。2つぐらいはね、その今回行こうと思ってるキャンプ場のすぐじゃないか、まあ、近くっちゃ近くみたいなんで、そこ、まあそこはね、もし今日行けなかったとしても、明日朝ね、そこを回って帰れば済むんで、まあこの辺はね、まあ、あまり大丈夫かなとは思うんですけど、それを聞いても5つぐらいはいかんといけないので、今まあダムっていうのは結構ね、近くにある感じ、まあ、近くっていうのはまた語弊があるかもしれないけど、結構こう固まって何個かね、集中してあるんで、まあ、20〜30キロ、集中で言っても20〜30キロ離れてるわけなんですけど、1つのダムに行ったら
前にここ通ったのかな、稲荷ダムとかね、あの寒いってもう寒くなりましたね。クイズも入った途端に寒くなりました。新しいルート、鉄も砂鉄もなかったから新しいルートはないと思うんだけどな。これ以外道はないよ。おっと雨、なんかぽつり来たよ今。ちょいちょいちょっと待ってよ、ほんまに。へこたれるよもう。まあね、降りそうな気配は、相当あるね。雨に向かっていってる感じですもんね。元気のうち、ポツリが増えました。まあ空
どうすっかな。その先5キロ以上道なりです。またこ間違えた。この前の間違えたよね。これはね、晴れてるんだけどね、この上が、この上だけじゃないか。また雨を呼ぶ男、雨を呼ぶ男になってないか、これもしかして。
泉昔ともね、俺らが子供の頃なんか温泉行くとかやったらなんかおじいちゃんとかおばあちゃん敬老会でね、なんかそのおばあちゃんとかおじいちゃんとかなんかみんなでそのなんかな温泉施設に行って、まあその、まあそのことのため演劇とかも舞台とかもあったんでしょうね。なんか来て温泉行っていうイメージが強くて、女の若い人がね温泉温泉言っていうような感じなかったようなね記憶は、まあうちの家がそういう温泉とかにも行かなかっただけなのかもしれないから、これはまたね昔はってひとっくりにしちゃうとね危険なんですけどもね。なんか俺のイメージはそのお年寄りが行くところみたいな感じなんですけど、この頃はね本当なんかもう老若にゃんにょ問わずあのスーパー銭湯みたいなところとかもね行ってこう帰ってくるポピュラーなねことになりましたね。安来市ですね。どっかと座ってもね、あの手は届くんだけど、なんかこうピシッとすごい姿勢のいい人みたいになっちゃう。背もたれがあると結構いい感じですね。U-ターンカーブなんですけどみたいなところが、ほう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 ヘアピンですね。やっぱねヘルメットマウントにするとあの、まあ、さっきも言ったんだけどあの重くなるのね。なんかその分ねやっぱり、ね、頭がね痛くなりますね。まあこれは俺らが慣れてないっていうのもあるかもしれんけど、いつもならそんなにねヘルメットこれぐらいの時間かぶっとっても全然頭痛くなったりはしないんだけど、その分やっぱりこう重重さが加わるからでしょうね。まあ、変なところにこう右から電車2キロ先2キロで着くの？ということはこれはもう着くってことね。からこう左側のこう側頭部の辺が特になんか痛く感じますね。こうやってあの顎の部分、こうジェットヘルの顎の部分が、右側の部分が今顎に少し当たってる感じがします。全体に多分右側に、
ヘルメットが傾いてるでしょう。およそ1キロ先、目的地付近です。で、下目的地付近ということで、右側にダウン口がもうあるみたいですね。ダムカードの配布はこちらされているということで伺ったんですけれども、はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます、はい、すいません、よし、はい、でお前さん、お前さんですよ。立ち入り禁止は、そこが立ち入り禁止。ほうほう、おお、ほうほう、水しよる。ふげダムでーす。あ、じゃあ、新しいルート。放水してるわ。よいしょ。言うほどこっちは、ね、言うほどこっちはでした。いた、お、ふとつるつい風が強い。ウベダムです。重力式コンクリートダム、オリフィス、ラジアルゲート2門、クレストラジアルゲート1門、ハウエルバンカーバンガーバルブ1門以上。この前来れなかったウベダムです。はい、おー、やっぱね、こうなってるんだよね。いや、今日ヘルメットかぶってるけど、って感じですね。よし、帰ろう。
よし、ウェザムが終わりました。ここからがね、ここはまだ島根か、島根県ですね。島根県のとこになります。よいしょ、とりあえずかな。左ってことか。やっぱちょっと